今日ちょっと晴れたから公園行く？ねえ、お散歩公園行こっか。公園行くか。ちょっと姉ちゃんの靴ちょうだい。公園行こう。ぷちゃん奥行って。オッケーオッケー。見て見て。ぷちゃん上見て。ほら。あ、引っかかってる。はいはい。ばあ、お水飲みな。お水届く？いよいよ届く？届く？大丈夫よ。ふーちゃん大丈夫よ。あみあみ怖い。大丈夫よ。怖くないよ。もう怖くないよ。ほら、乗っても大丈夫。はい。お皿持ってくればよかったね。あ、ちょっと危ない。これ高いからあっちから入ろう。べ。べ。そこちょっと下が高いから。ジャンプはやめとこ。あっちから入ろう、あっちから入ろう。入り口から入る。お水あるよ、パパ、お水あるよ。めっちゃ口にくっつけないよね。気になるね。こんにちは。色短くしとこ。気になるね。おもちゃ取んないよ。ブブ。ブちゃん登れた。ブブ。ブブも来れるここ。保育園児がいっぱい来ちゃうかも。ぶーちゃん、ぶーちゃん下で待ってるから下降りようか。今度は帰ろうかね。ぶんちゃん疲れたね。お利口さんに待ってる。よいしょ。公園楽しかったね。ね、公園楽しかったね。いつもさ、朝散歩が簡単で夜散歩がうちだから。夜はね、ワンチャン不審者がいる可能性もあるからね。よし、じゃあ服こっか。服そんな悲しげな顔しても。朝か、朝の散歩何がいいってさ、幼稚園児たちがさ、すっごい元気に楽しそうに遊んでるのがいいんだよね。見てるとさ、ほのぼのとしたさ、気分になんない？ね。なんかね、最初の方はさ、子供たちも阿鼻叫喚として叫び回ってるんだけど、なんかもうね、こっちに引っ越してきてだいぶ経つしさ、ほんとよく会うから、うちも。最近はなんか幼稚園児たちも保育園児たちも全然分断見て阿鼻叫喚と叫んだりしないし、なんか一員として認められた感があるよね、ブーブーね。この地域の公園バスターズの一員として、分断も認められた感がある。誰も。いいよ、お水飲みな。喉乾いたでしょ。公園で飲んだから喉乾いてないかな。ひっつき虫してるの分。
まだ眠くないの？お散歩、お散歩終わってまだ全然お昼寝モードに入んないみたい。のんびりしてな。